はい、皆さんこんにちは。お疲れ様です。親父です。今日も夜勤明けの車の中でしゃべくりながら走ってみたいなと思います。なんのこっちゃっていうことですよね。今日はね、2024年の11月22日ですね。じゃあ今日も早速ザックバランにラジオ代わりに聞いていただこうかなと思っております。今日ですね、山陽自動車道、いつも使っているんですけれどもね、山陽自動車道ですね、走っていたら、同じぐらいのスピードですわ、私とね。私がだいたいね、85キロ前後で、高速走るんでね、で、まあ、似たり寄ったりの車と、追いついたり、追い抜かしたり、お互いがですね、追いついたら追い抜かすと。まあ、タイミングとかがあるんですけれどもね、前の車が詰まっていたら、まあ、私の方が先に行ったりとかね、その逆だったりとか、まあ、車の流れで。今日タイミング的にどうなんだろうね、私が走ってるところがね、割と車がね、集中しているようなところでしたね。昔はですね、まあ昔というか、速度うんぬんと言われる以前はですね、リミッターとかなかったんで、本当130キロとかね、走る大型トラックにいましたよ。ですからね、速い車とね、遅い車が、まあ一緒の道路を走っていたわけなんですけども、今はですね、そのリミッターのせいで、同じような速度ですよね、みんなね。みんな同じような速度なので、まあみんなが同じような速度で走っているので、その、団体というんですかね、まあマラソンで言えば、団子状態になったようなところがあるじゃないですか。まあ、車の走りも一緒ですよね。みんなが同じようなスピードだったら、どっかでそのね、団子状態ができたりするのかなと、思いましたけれども。で、そんな中ね、私いつも言ってるんですけれども、下手くそなやつ、下手くそ運転手のことをね、言ってますけれども、抜いてすぐ入る人がね、まあ今日もいましたね。なんでそんな抜いてすぐにパーッと入ってくるのかなと。ほんとね、今日、車間距離がね、10メーターぐらいしかね、空いてないのにね、パーッと入られましたよ。あれほんとね、やめてほしいんですけどもね。ほんとバックモニターしか見ていないと。で、自分本位の運転ですよね。どんだけ相手に嫌な思いをさせるか、恐怖感を与えるかですよね。逆に自分がやられたら何とも思わぬでしょうかね、そういう人ってね。多分何とも思わない人がそんなことをやって、そのうちにもう何にも考えないで進路変更とかね、車間距離とか詰めていくから、しまいには大きな事故をね、起こしたりするんじゃないかなと思います。そういう人がね。でね、今日もまあそんなトラックを見たんですけれどもね。で、そのうちのね、1台が箱の後ろに、なんか安全だったかな。なんかね、大きな字をね、書いたトラックがね、いましたよ。で、安全運転で、まあ、家族のもとへと。なんかね、そんな、交通標語みたいなのがね、書いたトラックはね、走って、見かけました。で、その箱にはね、いいこと書いてあるんですよ。安全運転をして、家族のもとへ
帰ろうねみたいなね、いいことね書いてあるんですわ、あの観音扉にね。でもね、その車の運転手がですよ、その車がですよ、私を抜いてすぐにバーッと入ってきたんですよ。お前どこが安全運転かと思いましたね、ほんと。クソみたいな会社ですね、それね。まあ、会社はまあ、ごめん、会社、まあ、そんなバカタレをね、雇っている会社だから、まあ、クソみたいなのかなと思いましたけれども。ほんとね、従業員の、教育というかね、ちゃんとせいやと思いましたね。どこが安全運転かと思ってね、もう、思わずね、スマホでちょっと、ね、動画にその車撮ってやろうかなと本気で思いましたけれども。まあ中にありますよね、安全運転みたいな。そうそう、今日、一般道路で見ましたわ。一般道路でね、国道でね、なんかこの車は安全速度を守ります。法定速度を守ります。みたいなことがね、ワッペンがね、貼ってあるんですよ。ビシッとね。会社で作ったのか、製品をね、貼ったのか知りませんけれども。全然安全運転じゃない。一般国道をね、ほんと80キロぐらいでね、走ってましたね。どこが、法定速度を守りますかと。アホな会社だなと思いましたけどもね。まあそんな、まあ皆さんどう思いますかね、これね。まあとにかく私ね、抜かれた後ですぐパーッと入られるのはね、ほんとね、嫌いです、あれね。怖いですよね。で、その入ったと同時にですよ、何かがあって、そいつがブレーキをね、踏むような、ね、急ブレーキに近いようなブレーキ踏まれたらね、間に合いませんよ。で、それで追突したら、こっちが悪いのかなと思いますけれどもね、まあ、ドライブレコーダーも、後ろ車ついてるんでね、まあ、自分の車にすぐにパーッと入って、急ブレーキを踏んだから間に合わんかった。その車間距離で入ってこられたらこっち絶対間に合わねえよと主張しますけどね。ほんとね、そんなアホな、ほんとね、お前トラックの仕事するなやと思いますわ。そういうバカ者はね、お前トラック乗るなと、そんな仕事するなと、ほんとね思います。はい、ほんとね、なんか変なやつが多いねと、変なのと思いましたけれども。で、話はこれとかあるんですけどもね、皆さんアルミホイル履いてますかね。うちはアルミじゃないよと、そんなものは履いてないよと言われるかもわかりませんけどもね、すいませんね。アルミホイル履かれてる方にね、研磨剤ってどういった研磨剤をね、使ってんのかなと。私はね、ホワイトダイヤモンドとブルーマジックだけしか持ってないんですよ。で、ね、今度ね、最強サブちゃんとかあるじゃないですか。まあ知ってる人は知ってるかもしれませんけれどもね。最強サブちゃんとかね、コイヌールダブルだったかな。で、まあ、どういう方がオリジナルでね、アルミホイルの研磨剤をね、自分で作って売ってるかは分かりませんけれどもね、まあ、ひょんなことからね、それらを作っている、まあ、LINE、公式 LINE っていうんですか、それに私、まあ、友達申請して、まあ、LINE の友達では、まあ、LINE の友達っちゅうことではないな、公式 LINE に、まあ、登録してね、たまにコマーシャルじゃない、
うちの新商品が出ましたみたいな感じでね、 LINE が来るんですけれどもね。で、最強サブちゃんを買おうかなとずっと思ってたんですけどもね、まあ今まで書いてないんですけれども、そのコイヌールダブルという方の方がいいのかなと。で、私のホイールがですね、まあ新車入った時にかなりもうね、くすんだ状態で、まあよその会社とかね、新車でそのアルミホイールがねついてきたら、もうピカピカで、ピカピカのもう鏡面磨きみたいなアルミが入ってくるんじゃないのかなと思いますけれども、まあうちの会社はね、どういった日か、まあアルミがですね、くすんだ状態で、まあ何日も洗ってなかったんですよね、ホイールをね。そのようなね、なんかくすんだ状態で入ってたんでね。で、私、その新車もらった時にね、一生懸命磨きましたよ。ホワイトダイヤモンドとかね、ハイトレでね。で、一生懸命磨きましたよ。ですがね、タジコさんというんがね、このホイール磨きの、ホイール磨きの専門みたいな感じでね、YouTube 出してるんですけどもね、この人の磨くホイールがね、すごい綺麗なんですよね。本当にね、鏡のようにね、もう鏡面ですよ。すごい綺麗なんですね。あんな綺麗なホイール見たことないと。いくら本舗落下さんとか言うじゃないですか。あの人もすごいホイールとかね、磨いてましたけれども。まあ田地子さんに比べればね、本当だいぶ、ホイールなんかね、だいぶ違うなと。まあ、田地子さんが磨いたホイール見たら、もう鏡のようにね、すごいなと。おそらく田地子さんがね、田地子さんは、タジコさんっていうんかな、ちょっとあれですけど、最強サブちゃんとか、そのコイヌールダブルだったかな、それらを使ってるんかなと、で最近思いました。で、私のホイールがね、本当にくすんでね、ホワイトダイヤモンドとか、ブルーマジックではね、そんな輝きないんですよね。で、ちょっとしたらね、もうくすんできて、曇ったような感じになるんですよね。で、パーッと晴れ渡ったような磨きじゃないんですよね。どういった、研磨剤使ってんのかなと思ったところ、最強サブちゃんとか、コイヌールダブルとか使ってんのかなと。で、今度ね、それを買ってね、私、磨いてみようかなと。磨いたところの動画とかね、出してみようかなと思ったところです。はい。そういったところで本日の動画は以上です。